たかしとまい、ハグ、そして、キッス、感動、という動画を早くアップしたい。デラシネで、舞のお話を聞いてあげてるたかしなんだけど、へえ、ええなあ。そうなんや。会うん久しぶりちゃう？楽しみやな。ええなあ、行こか。と、私が言うと変な感じですが、相槌のプロだなぁと思う。それが、たかしのいいところなのでしょうね。それゆえに、勘違いしてしまいそうな人が登場してしまいましたね。奥さんですか？に、よかったって返事は、普通ならありえないし、下心があるとしか思えないのですわ。スカーレットの八郎を思い出してしまう。ああ、相手役があの人でしたね。よからぬものを思い出してしまった。たかしの短歌って舞のことを思って読んでますよね。それなのに、舞は、鈍感なのは朝ドラヒロインの宿命なのですけどね。私には、幼なじみと呼べる友達がいないので、二人の関係が、どうも理解できないのですが、互いに意識したことってあるはずですよね。やっぱり、一歩踏み出すのは難しいものなのでしょうか？一太の気持ちも知っているのに、普通に接することができる舞が、ある意味すごいと思うのですけど。確か、舞は、人の気持ちを敏感に察してしまう性格だったと思うのですけど、大人になるって、こういうことなのね。